おばあちゃん、僕が5本読んであげる。びっくりした。このおばあちゃんの股の間の形がさ、包丁に見えない？ ね。絵のところとさ、刃のところ、ソファーの色がさ、ちょっと歯に見えて。おばあちゃんの股に、包丁挟んでるってびっくりしたよ。扇風機の前に立つのは失礼だとママによく言われる。はーってやんなきゃ。で、ここら辺にさっき物が、あった。柱時計。ボート。ん？あ、ごめん、おばあちゃん、なんか落としちゃった。夕方にスキップしますか？いや、まだです。さっきのボートって何だったんだ？ よいしょ。戸棚を開けて、よいしょ。押しっぱなしだとね、そのまま掴んでまた戻っちゃうから。これ、戸棚開けられるのいいよね。で、しゃがんで、開けて、おやつないかな？クッキー缶とかないかな？って。特に目星いものはないね。お、ここも開けられる？でも座っちゃうと、この判定がね、ちょっと微妙に難しいな。座っ。時間経過？何あのサイレン。近くに河川があるでしょ？緊急放送？雨がいっぱい降ると水が上がって危ないから、あのサイレンが注意してくれるの。そんなレベルで降ってんだ。毎年誰かが流されちゃうニュースがテレビでやってるから、サイレンが鳴ったら近づいたらダメよ。フラグだね、おばあちゃん。雨降りすぎたらこの家も交通になっちゃうの？それはないと思う。70年ここに住んで一度もなかったから。なったらすごいかも。ボート乗って学校行けるよ。庭に池のお魚さんが泳ぎに来てくれるかもね。メルヘン弟。おばあちゃんの股からスタートしちゃった。こっちは開けらんない？引き出しを開けようと頑張っていたら時間経過しちゃったからな。スマホを開けて、あ、こっちはおばあちゃんの部屋とか、そっちが開いても。 猫の写真が家かな。何や？目の写真が飾ってあるんや。これ動くやつかな。先にやっておこう。なんでお年寄りはみんな人形を持ってるんだろう。ブサイクで怖いよ。育てなきゃ。いや、こんなことを言ったら呪われる。うん、お化粧はない方が綺麗だよ。あと、髪を切った方がいい。お、なんだ？こんにちは。お兄さん、めっちゃ 水着てんじゃん、これ。あれ？久しぶりに来たら家族みんな集まってる。こんにちは。こんにちは。近所のお兄さんが来た。上がって上がって、その前にちょっと拭いてね。 それにしてもすごい雨だね。あ、これどうぞ。でも、もしかしたらこれ、この水は幻覚的なやつかな。精神状況を表してるというか、だって全くさ、動じてなかったもんね。何それ？最終的にはあれかな。もう、天井まで水が。さあ、何でしょう。ぶどうって書いてあるな。でも開けるとマンゴー入ってんだろ？ お餅じゃなくてごめんね。じゃーん、ぶどうでした。どうしたの？これ。実家から取ってきたものです。今、ぶどう時期だっけ？ ちょっと早いですね。でも美味しいですよ。みんなで食べましょう。どう？おす。ぶどうは大きいタイプだった。皮は分厚くて種が入っていたけど、甘くて美味しかった。遊園地か。そりゃ残念だったね。てるてる坊主作ったか？そこにある。おばあちゃんが作ったやつ。そっこ。はあ、そんなやつじゃ効果ないぞ。もっと大きいの作んなきゃ。じゃあ弟を吊るそう。大きさの問題かな。俺がガキだった頃は、タオルとか使って、こんなでっかいやつを作ってたぞ。効果抜群。作ろう。今作ろう。作るか。よし、弟。でかー。 ホラーだわ、これはこれで。あ、じゃあ、俺は帰るわ。また今度ね。ぶどうありがとう。バイバイ。ただいま、ママ帰ってきた。
よろしくナンバー。ちょっと外行ってみる。あ、でも水は引いてるね。これ外は勝手には行けない感じか。あー、ダメか。家の中だけで楽しんでくれって感じか。庭には花があまりなかった。お花がないと寂しいかな。じゃあ寂しいにしよう。こんな感じに咲いたらいいな。ポワン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 。お、アジサイが。そしてもう6分の4。これ6まで達すると終わりかな。で、その時間内でどれだけ楽しめるかみたいな。仏壇が。イエーイ。バージョンあたり。掛け軸の裏には何か秘密の通路が。忍者の巻物だ。あいえー、忍者なんで。ワンちゃんを召喚できるかな。なんだい、口寄せでもするのか。お、泥これ持ってよいしょ、割っちゃえ。そんで怒られるんだ。少々困ったことになりまして、このゲームセーブがないんですよね、おそらく。なので今やったところまで急いで戻ってるところなんですけども、ちょいちょいやり残しがあったんで、うん、この洗い物のコップはやっぱりおばあちゃんに渡すことができると。よいしょ。ばあちゃん、コップだよコップ。ほれ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 、これが欲しいんだろ。これほらほらほら、ごめんおばあちゃん。シンクに入れといて。はいよ。でもおばあちゃん、これ取れなくなっちゃったんだけど、どうしよう。よし、しゃがんで。よい、どう？割れたよ。もういいよ、遊んどいで。やっほー。で、1階の物置の鍵を手に入れたんで。はは、すげえ。なんてこった。にゃにゃーん。あ、みんなおうち、あ、やーこそだにゃーん。こんにちは。こんにちは。何してんの。あ、めの友達はあ、ペクニックに誘ったんだけど来ないんだにゃ。日にちを間違えちゃったかにゃ。あ、ところで、あ、君はどこから来たの。おばあちゃんち。おばあちゃんちですることがないから探検してたらここに来ちゃった。お互い暇なんだにゃ。一日がもうちょっと短くてもいいのに。ここに行ってもいいけど、あ、みんな心配するからすぐ帰るんだにゃ。終わった。ん、あ、そうか、ここで昼ご飯のカップラーメンのタイムが始まりと。おばあちゃんに吹き出しが。何、おばあちゃん喋ってほしいの。いい刈り上げだねって。影かな。あーができるじゃん。ちなみにさっきの、うん、あ、猫ゾーンまた行ける。これは拾えそうだけど。これは誰の写真だろう。猫いる。勝手におばあちゃんの私物あげようか。さっきは時間が経っちゃったから、うん、フラグ立ちというか先に進めなかったけど。こっちも入れますか。あ、入れない。雨音は聞こえるね。ここ雨は降ってないけど。で、緊急放送のターンになり、うん、1日が20分だと探索する前になんかいろいろ始まっちゃうね。おお、なんだこれ。
マンタが、え、なんかすげえ、カメラ使うと怪奇現象見れる。ちょっとおばあちゃん、実はあなた妖怪だったりしない？あー、残念、人間だ。お、ピンポン。ママがただいまだ。ただいまー。おかえり。あー、水引いちゃったね。謎のお薬、違うな。これ、俺が散らかしたやつだな。ご飯まだ？ちょっと、たかしやめなさいよ。臓器の中から私を見るんじゃありません。今作ってますよ。ママ、帰り道がね、めちゃくちゃ混んでて、倍時間かかったよ。駅前で事故があったんだって。また？そこら辺事故多いわよね。大丈夫かな？なんか身近な人とかじゃないよね。お、弟、どうした？ソファーだ。ソファーは座り心地がすごく悪かった。どう説明すればいいのだろう。席が深すぎて、足が床につかず、太ももとかかとの間から足がぶら下がった。ふかふかすぎて枕の隙間に吸い込まれそうだった。あれか、子供だから余計にって感じか？ただ、クッションというかソファーもさ、柔らかすぎるとね、ちょっと、ね、テーブルとか、物を食べづらかったりとかあるよね。よ、弟。そんなとこに座ってたら濡れちゃうよ。いや、俺はどこに座ってるんだって話だよね。そんな縁側のさ、板を貫かないで。覚えてる？学校の帰り道にすごい雨が降ってきて、みんな、雨モンスターになったの。雨モンスターってなんだ？雨が降ると僕たちは、たまにふざけて傘をささず、びしょびしょで家に帰った。小学生あるあるだな。そしてよく母に怒られた。子供は意味不明なことをするもんだ。もうすぐご飯だから、今はさすがにやめておこう。なんかモノローグ的な、うん、過去の自分のことを語ってるかのような、そんなところもあるね。朝顔のあれ。